とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。最近復帰された方からのコメントでしたね。今、現状で、どんなエンチャントが流行ってますかということですね。今日は、今、おすすめできるエンチャント、これを紹介していきます。では、行きましょう。それではまずは武器からですね。武器エンチャントには攻撃系、補助系、回復系、この3種類があると思うんですけども、まずは回復系からですね。回復系のエンチャントは、輝き、そして吸血、流れ込む魂、リフレッシュ、この4種類だと思うんですけども、昔はね、輝きと吸血、だいたいこれで回復してたと思うんだけども、今現在はこれ、リフレッシュ。これを使って、回復するのが主流となっております。やっぱりポーションバリアが必要となってきますので、これが重要となってます。流れ込む魂は相変わらず、使うことができますね。カバンビルドとか使うときには流れ込む魂は必須となっております。近接で戦うときにはもうこのリフレッシュ必ず入れるようにしてください。今現在、輝き、吸血、これだけでは回復が追いつきません。注意してください。それでは続いて補助系のエンチャントですね。補助系のエンチャントというと、こういうやつですね。重力とか、働き蜂、あと凶暴か、爆発とか、そういったものがありますね。凍結とか、そういうものが補助系のエンチャントです。で、補助系のエンチャントでおすすめするのは、3つですね。まず1つ目。まあ皆さんも使ったことがあると思うんですけども、重力です。で、重力と、ガードストライク。あと、爆発。これがね、この3つがおすすめできる補助系のエンチャントですね。まあ爆発は、敵を倒した時に、周りの敵にダメージを与えることができます。ただし攻撃力が上がるわけではないので、攻撃エンチャントっていうのが重要になってくるエンチャントですね。そして重力ですね。重力は合う合わないの武器があります。まあ、特に攻撃範囲が狭いやつ、槍とか、一つ武器とか、そこら辺にはこの重力をつけると攻撃スキルよりも、攻撃的なエンチャントとなりますのでおすすめです。そして、もう一つのおすすめ。それがね、どこだ？あ、あったあったあった。ガードストライクですね。高難易度でダメージ 50% 軽減するっていう、このガードストライク。これはかなり使えますので、まあ場所によってはガードストライク入れていくと、かなり役に立つと思います。補助系はこの3つですね。重力、ガードストライク、そして爆発ですね。これは武器によって、入れていくといいと思います。それでは攻撃エンチャントに行きましょう。攻撃エンチャントのおすすめですけども、まずダイナモ、そして追い打ちですね。で、痛みサイクル、あとは虚無、そしてまだあります、クリティカルヒット、アーティファクトシナジー。とりあえず、これですね。これが、おすすめのエンチャントとなっております。一昔前だと、衝撃波、旋風、あと雷とか、毒の雲入れる人はあんまいなかったかな、こういったやつをつける人がいたんだけども、これがね、現在はあまりおすすめをしません。なぜかというと、この効果で敵を倒してしまうと、リフレッシュが発動しないんですよ。なので、こういったやつはあまり入れない方がいいかなと思っております。クリティカルヒット、アーティファクトシナジー、そして追い打ち、虚無、ダイナモ、痛みサイクル。これを入れるのをおすすめします。鋭利でも、まあ、ギリギリありかなというところですかね。で、この中で注意するエンチャントが痛みサイクル。ですね。痛みサイクルはね、ほんと注意が必要で、攻撃速度が速い武器、
との相性は悪いです。一発一発に HP 減少がついておりますので、攻撃速度が速いとゴリゴリ HP が減るんですよ。なので、攻撃速度が遅いやつに、痛みサイクルは入れるようにした方がいいと思います。まあ、もしくは、使うときには 6% HP 吸収、ウィザーアーマーやスパイダーアーマー、それと合わせて使うといいと思います。はい。とりあえず、おすすめの攻撃エンチャントは、痛みサイクル、ダイナモ、そして、追い打ち、クリティカル、アーティファクトシナジー。で、ワンチャン、エーリですね。そこら辺がおすすめです。それでは、弓エンチャントに行ってみましょう。弓エンチャントは、普通の弓とクロスボウで変わってくると思います。まず、普通の弓からですね。普通の弓、まず、クールダウンショット。これが入ってないとお話にならないと思います。クールダウンショットは入れておきましょう。で、これだけでは、効果が発揮されませんので、プラスで、バーストボーストリング。もしくは、アーティファクトチャージ。そしてね、もう一つ。あ、これ、ロールチャージ。これが入ってると OK です。で、俺のおすすめは、クールダウンショットプラス、バーストボーストリング。で、さらに、アーティファクトチャージかロールチャージ。この3つが入ってればベストだと思います。人によっては、バーストボーストリングと、クールダウンショット、その2つで十分だよっていう方もいるんですけども、俺的には、敵がいないところでも発動できる、アーティファクトチャージ、ロールチャージ、それがついてるとかなり便利になると思います。で、それプラスで、虚無、もしくは弱体化が入るとさらに性能が上がるのでおすすめです。続いて、クロスボウ系ですね。クロスボウ系は、実際のところ今使う人少ないと思います。でも、最近出たやつが結構使えたので、一つ説明をしますと、貫通とダイナモ、この二つがついてればとりあえず OK です。で、連射力のあるハープクロスボウ、もしくは、魂のクロスボウかな、そして輝くハープクロスボウ、そこら辺がおすすめです。貫通ダイナモをつけて、雷の矢筒、それで撃つと無限ダイナモができますので、それだけはとにかくおすすめです。プラスでマルチショットが入ってるとさらにいい感じですね。それではラスト、防具エンチャントに行きましょう。防具エンチャントのおすすめ、まずね、絶対必要なのが2つあります。絶対に必要なエンチャント、それがまず1つ目、ポーションバリアですね。ポーションバリアがないとどうしても死んじゃうところがありますので、これは必ず入れるようにしてください。そしてもう一つ、クールダウンだね。これは昔からそうだったと思うんですけども、クールダウンがないと始まりません。クールダウン、そしてポーションバリア、この二つはもう絶対っていうほど必要なので、入れるようにしてください。で、他の二枠のおすすめなんですけども、まず一つ目、ヘルスシナジー。これはおすすめですね。回避するごとに HP が回復するので、めちゃくちゃ使い勝手がいいです。そしてもう一つはこれ。デスバーターです。エメラルドを犠牲にして、HP1 で耐えますので、単純に死ななくなります。なので、かなりおすすめです。そして、タンブルビーですね。これは回避するごとに蜂が出てきます。この蜂が、タンクの役をしてくれますので、こっちにターゲットが向きにくくなります。なので、ものすごく生存率が上がっていい感じになっておりますね。で、もう一つおすすめなのが、ちょっとないな。帯電ですね。帯電。帯電を使うと、倒せる敵っていうのも出てくるし、あと盾を持ってるやつの破壊ができるので、かなりおすすめしております。と、使える人は、これ、無防を使ってみても面白いと思います。HP が 60% 減少して、ものすごく死にやすくなるんですよ。
ただし攻撃力は 80% 上がって敵を倒しやすくなるので、まあ使える人に関しては使えると思います。使うにあたってはフルメタルアーマーもしくはウィザーアーマー、このどっちかじゃないとちょっと運用が難しいかな。あ、勇者でもいい。勇者かフルメタルかウィザーアーマー、この3つじゃないと、無謀の運用は難しいかなとは思いますね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。現在のおすすめのエンチャントはこんな感じだと思います。ちなみに個人的な意見です。よろしくお願いします。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。